どうもこんばんは、ゆきよチャンネルです。さあですね、この動画はですね、お手軽で、本格的なのにお手軽な、クッキングね、ちょっとやっていきたいと思いますよ。バナナパウンドケーキやっていきたいと思います。ではですね、まずは、はい、ちょっとご紹介いたしましょう。バナナパウンドケーキなので、もちろんバナナですね。バナナを、これはフォークで潰すってことですね。フォークで潰していきます。あ、待って、これ結構めんどいね。あ、そうだね、結構これは時間がかかりそうかな。あ、もっと潰すね。あ、ちなみにですね、今回お使いしたのは、はい、もっちりバナナもっちりですよ。こんなもんで OK ね。はい、このぐらいまで潰すというか、もう潰して混ぜるみたいな感じだね。結構ドロドロな感じにします。はい、これ OK 出ました。はい、先生 OK 出ましたんで、次は、あ、このバナナちょっとね、少し残したんですよ。で、残ったこれを、ちょっとそのパウンドケーキの、上に飾ります。飾りたいので、ちょっとスライスしましょう。残ったものはね、これここにスライスしちゃって大丈夫？いい。じゃあ、まあこんな感じ、このぐらいかな。ちょっと細いじゃない、薄い。いいか、行こう。はい、で、どんどんスライスして、あ、いい感じですね。皮も切れてくっていう、この皮まな板スタイルですね。これいいと思いますよ、こういうのは。え、あべ、えい、素晴らしい。2、4、6、16枚ですね。予定では12枚だったんですけど、まあまあこれは気にしないで、このぐらいでいいでしょう。次がですね、はい、ココナッツオイルです。まあこれは別にオイルだったら別に何でもいいんでしょうけど、我が家はココナッツオイルをね使います。で、使ってるオイルはこれです。はい、これね、ヌビターっていうね、うち意識高いんで、ちょっとこういう海外のね、オーガニック、オイル、超でかいけどこのココナッツオイル使ってますよ。ヌビターね。はい、さあ、意識高いところを見せたところで、まずココナッツオイルちょっと固まってるんで、これはレンジで、数秒チンをします。で、液状にちょっとしますね。さあ、これに、じゃあ砂糖を加えていきましょう。砂糖はですね、こちら、60g。 まあ、砂糖だったら別に本当に何でもいいんですけど、我が家は意識高いんできび砂糖です。ドン、はい、ドンしちゃって、これをまたさらに、ここに混ぜるね。もうこんなもんでいいですかね。はい、そしたら、潰したバナナ、はい、先ほどのさ、これ潰したバナナ、これをもう投入します。ドン、はい、これを入れて、で、またかき混ぜましょう。はい、卵いきます。卵を、ラン2 OK 3、あー、ちょっと、あ、やっちったかな、これやっちった。あ、ちょっと待って、あ、はい、サルベージ、 OK。 はい、よし。はい、オッケー。卵3つ入れて、さあ、で、ここでですね、オーブンを予熱しましょう。オーブンをとりあえず180度に予熱ですね。はい、小麦粉と、あ、小麦粉と、もうここにあとベーキングパウダー、さらに塩、小麦粉 180g、ベーキングパウダー小さじ2で、塩が1つまみ。
うん、が昆布全部一緒になっちゃってごっちゃになってるんで、それをごっちゃになってるのをもう一緒に入れちゃって大丈夫ね。一緒に入れましょう。これちょっと跳ねるから気をつけてくださいね。跳ねる、うん、大丈夫か。よし、あ、いい感じ、一つも跳ねてない。 OK。 でこれをまたガンガン混ぜる。おお、なんか、あ、これ結構でもこの大きなボール一杯ぐらいになるんだね、ここまでやると。なんか粉がさ飛ばなくなってきたらさ、あともこっちのもんじゃん。あ、そう、これね、ここ持つよりここ持った方がいいんだよ。ここ持って、ちょっと出てるの、とね、ぴゃってね、え、ここ持った、ほい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 、来た、ここまで来たのこっちのもんだから、飛ばな、あ、まあね、粉がね馴染んできたらね、もうこっからはね、ほらこっちもほら、どっち回りでもいけるもんだ、これ右回りだろうの左回りだろうね。あ、なんかね、こっちの方が俺やりやすいかも。左回り、反時計回りだね。これもすごくない？なんかこっちプロっぽい。ふい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 、目が回る。はいはいはい、こっちこう。しゃ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 。これでも、しない。いい感じかな。こんなもん？よっしゃい。はい、これで完成。これは、あ、ちょっとここでさらに、さっきから見えてました。バニラオイル。バニラエッセンスとは違うんですね。バニラオイルとバニラエッセンスとは違います。気をつけてください。これを数滴入れますですね。ちょん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 、これちょんちょんもちょんちょんのちょんちょちょんちょんってこのもんですか。まあいいか、うん、 OK。 はい、でまああとこう適当にぐるぐるして、でも出来上がってきちゃってるんで、もうほぼ完成だね。ここまで来たらこんなに簡単に作れちゃうなんてね。パウンドケーキ、バナナパウンドケーキ、 OK でしょう。あとはじゃあ、あとはね、はい、型、これです。これはね、型っていうんでね、型に、クッキングシート、を敷いて、おります。もうすでにまあ適当にこうペッペッてまとめる感じで、でここに入れていく感じだね。もうこれできてるものを入れちゃいますね。はい、オッケーオッケー、入れます。はい、ドン。おい、あー、ちょっと待って、大丈夫か。なんか左右がちょっといっぱいいっぱいで、あー、でも入れるとそうだね、サイドが奥に、なんか言ってもよかんねえな、サイドの部分が外側に押し出されるね。あ、結構でも量が、え、大丈夫これ、あ、大丈夫か。へー、あ、いいんじゃない。パウンドケーキの型1個分です。別に何人分とかそんなこと気にしてる場合じゃありません。パウンドケーキの型1個分という話ですね。まだもうちょいやった方がいい。あ、ピッピッピッって言ったからもう4日完了してますね。じゃあもう4日完了してるんで、そっちに子供もっと、あ、超えれば取れるんだ。はい、入れたのでバナナ乗せます。バナナをこうなんかこう縦にね、一列にポンって乗っけちゃう感じね。うん、オッケー。あー、ちょっと待って2つ一緒になっちゃった。まあ、いっか、とりあえずなんかこういう感じで雰囲気出る感じに並べればいいんでしょ。うん、こういう感じでいいんじゃない。あー、ちょっと待ってやるこういう感じね。よし、並びましたと。並べました。これ食べちゃうと。レンジに入れていきましょう。レンジ、オーブンに入れていきます。完成です。まあ焼き色もねちゃんとついたし、結構いい感じに仕上がったんじゃないでしょうか。まあ何よりね、このオイニーがもう素晴らしくいいですね。本当になんていうかお菓子屋さんみたいな感じの匂いになってます。さあ、これあれだね、バナナがこっちに寄っちゃってるんだね。なんかここが膨れてバナナがこっち側に寄っちゃうっていう現象が起きたんだけど、まあそれも結構手作り感があっていいかなっていうところだね。よし、じゃあこれをまあ外しましょう。お、結構すんなり、あ、いい感じ。あ、もう香りがもうすごい舞ってくる、風に乗ってやってくる香りが。さあ、じゃあまあとりあえずこの辺端っこ切って、この辺食べようか。しましょう。あ、熱い熱い熱い、気をつけてください。はい、うん、よしよしよし、頑張れ頑張れ。あ、
っとり、中は結構しっとり感がやっぱすごいな。さあ、よいしょ、はい、あ、いい感じじゃないこれ。あ、香りもやっぱいい、すごい。じゃあよいしょ、おー、あー、やっぱまだ熱いね。あ、すごいバナナが、うわー、すごい焼き色もいいし、しっとりしてます。すごく周りも生地も、中がね、どう、なんかふわふわみたい。湯気がもう立ってる、美味しそう。じゃあ食べましょうか。いただきます。うん、あ、あー、おほほこれはね、これはね、これは美味しいよ、美味しい。バナナがね、やっぱね、結構入れたと思ったんだけど、なんか香りがして、味よりもそんなにバナナ強くないけど、なんか風味があるっていうぐらいだから、すごくバランスとしていいと思います。うん、美味しいわ、ほんとコーヒーが飲みたいね。うん、あ、すごく美味しいと思う。でも出来たてでこんだけ美味しいかな。で、少し休ませるとまたよりしっとりして美味しくなると思う。うん、うん、美味しい。結構お手軽にできるんで、まあ皆さんもぜひ作ってみてください。ほんと美味しいんで、でこれでコーヒーとかと一緒に優雅なティータイムをね、ぜひ送ってみてはいかがでしょうか。じゃあまた次の動画で会いましょう。ゆきおでした。簡単だし、ぜひね、皆さんも一緒にじゃないね皆さんもぜひ作ってみてください。バナナパンドケーキでした。ゆきおだ。もう一回、もう一回。